アカデシン、5、アミノエミタゾールマイナス4、カルボキシアミドマイナス 1βD、リボフラノシド、エイカリボシド、または、エイカーは、AMP 活性化プロテインキナーゼのアクチベーターで、あり、急性リンパ性白血病の治療に用いられている。また、糖尿病等の他の病気の治療への活用も、期待されている。アカデシンは、ペリクアセラピューティックスが開発したアデノシン制御剤で、あり、 2007年にシェリング・プラウが第3段階研究のライセンスを付与された。この薬は冠動脈大動脈バイパス移植術での有力な再管流障害防止薬になる可能性がある。第3段階の研究は2009年5月から始まり、臨床は2010年末に終わった。ニブロモトリベンゾイルリボースと1、ニジアミノマレオニトリルの反応により、 アノマーくらいのハロゲンが網の元の一つと痴漢し、大部分がベータアノマーの網の糖を生成する。この生成物を塩基性下において、オルトギサントリメチルで処理することで、オルトギサンのアルコキシ元が隣接する、網元で痴漢され、イミダゾール感が生成する。次に、アルコキシドと反応させると、糖に最も近いニットリルがイミノエステルに変換する。 ベンゾイル元はこの過程で切り離される。周素と塩基の存在下でのホフマン転移により、イミノエステルは対応する第一級アミンに変換される。その後、塩基性化水分解によって、残ったニトリルがアミドに変換され、アカデシンが生成する。アカデシンは AMP 活性化プロテインキナーゼのアゴニストとして働く。アカデシンは 細胞中の反応生産素化合物の生産量を減らすことでアポトーシスを抑制するとともに骨格筋組織においてグルコース取り込みを刺激し P38 分裂促進因子活性化タンパク質器ナーゼアルファー及びベータの活性を増加させる2008年ソー区研究所の研究者は赤デシンを注射したマウスはおそらくは即収縮筋繊維を より効率の良い脂肪燃焼性の知収縮筋繊維に変換することによって持給運動のパフォーマンスが大幅に改善することを発見した。彼らはまた GW501516 をアカデシンと組み合わせて投与した。運動していないマウスに投与したところ、この組み合わせではマウスに GW501516 を投与して運動させた時に発現する。 遺伝子の40%が活性化した。この結果は、この化合物の持久性向上薬としての興味を引いた。この分野の研究者は、尿からこの物質を検出する試験を開発し、国際オリンピック委員会と世界アンチドーピング機関は、アカデシンを2009年からの禁止薬物リストに加えた。2009年にブリティッシュメディカルジャーナルは、 世界アンチドーピング機関がツールドフランス2009の出場者がこの物質を使用した証拠を発見したと報じた。ありがとうございます。